今日は声質改善、細い声を一瞬で太い声に変えるスゴ技テクニックということで、誰にでも簡単にできて、そして知らないと損するちょっとしたテクニックを紹介していきたいと思います。実際にこの方法で練習することで、子供っぽくてちょっと声が薄っぺらい、キンキンしてしまう、サビなのにパワフルに歌えない、声が細くて弱々しいという方の声質の改善につながっていきます。安定したパワフルボイスに憧れているという方は多いと思いますが、実際に自分の声がどうなっているか、どうしたらもっと太い声で歌えるのかわからないという方も多いですよね。確かにいろんな要因とか方法とかがあるんですが、今日紹介するのは基礎から変えていく声質改善になる一番簡単な方法なので、中にはね、一瞬で変化を感じていただける方もいると思います。ぜひ最後までご覧になって、であなたの練習に取り入れてくださいね。こんにちは、ボーカルコーディネーターの佐々木ひとえです。このチャンネルでは、歌い出した瞬間その場の空気が変わるような、ワンランク上の歌い手になりたいという方のヒントになるような、そんな動画をお届けしております。チャンネル登録がまだという方は、ぜひこの機会にチャンネル登録の方をしておいてください。お友達追加していただけると嬉しいです。はい、それでは早速始めていきたいと思いますが、まず鏡の前で自分の顔をよく見ながら、好きな曲をワンフレーズでいいので歌ってみてください。きっと何年経ってもこうしてみたいな感じで歌っていただきたいと思います。歌が上手くなりたいと思っている 90% の方は、自分がどんなフォームで歌っているのか気づいていません、っていうかチェックしていないという方が多いと思うんですね。自分の歌を録音して確認するという方はいらっしゃると思いますが、自分の歌っている時の状態をちゃんとチェックする人っていうのは少ないですよね。まあ、何を隠そう、私も嫌です。できれば見たくありません、もう本当にいつもまあでも歌が上手くなりたいなら、一度はちゃんと見てくださいね。レッスンでもそうなんですけど、先生の顔を見ながらやっているっていう方が多いと思うんですが、自分の顔は見ていない、それではダメですよね。でプロの方は必ず鏡に向かって練習します。なんでだと思いますか？それはフォームがとっても重要だからです。ああ知ってる知ってる、フォームねってそう思った方はまだまだです。まあ、その重要性をね、理解していて実行している人は、もうそうなんだよねって、もうマジでフォーム大事だよねってなります。それくらいフォームは重要。スポーツとかダンスとかはね、もちろんなんですが、書道でも料理でも、もうとにかく体を使ってやるものは全てフォームが大事です。で、上手い人は必ずフォームができているし、下手な人はフォームがなんかちょっとっていう感じになっていませんか？で、実際歌におけるフォームとは、表面的に見える部分である口とか顎とか、まあ、姿勢とか、そういう外側のフォームと、あとは声帯とか喉のフォームとか、内側にあるフォームですね。この2つがあります。まずは外側のフォームなんですけれども、例えば子供っぽくてちょっとこう声が薄っぺらいとか、キンキンしてしまうとか、あとはサビなのにパワフルに歌えない、声が細くて弱々しいという方の多くは、口が横に開いていることが多いです。また高音になるとね、顎が上がったりしているかもしれません。例えば口が横になっていると、きっと何年経ってもこうして変わらぬ気持ちで、こんな感じです。で、鏡を見てちょっとチェックしていただきたいんですが、口のフォームを横に引き伸ばしちゃってる方は、どうしても横に潰れた感じの響きになってしまいます。きっと何年、こんな感じですね。で、口の中も狭いので、あまりこう共鳴していないっていうか、割と薄い感じのね、子供っぽい感じの声質になるんじゃないかなというふうに思うんですね。このフォームだとどうしてもこんな感じの声になってしまうと思います。もちろんこれがダメというわけではなくって、これでも OK なんですが、もっと太い声で歌いたいというのであれば、まず難しく考えずにシンプルにフォームを変えてみましょう。で、どう変えるかというと、もう超簡単なんですよ。これ横に引っ張っている口を縦に伸ばすだけです。で、このフォームを変えるだけで本当に声が変わります。ちょっと歌ってみたいと思います。きっと何年経ってもこうして変わらぬ気持ち
過ごしてゆけるのね、あなたとだから。こんな感じ、今ちょっと変えてみましたけど、ずっと心に描く未来予想図はほら、こんな感じです。ここはやっぱり横に行っちゃうと、予想図はほら、こんな感じになります。これ本当にこういう風にやって喋ってるだけで全然違いますよね。で、結構こんな感じで話したり歌ったりする女性の方って多いかなというふうに思うんですが、もうちょっとこの太めに歌いたいという時は、縦にこう唇を突き出すような感じで開けてあげるといいと思います。で、さらに内側のフォームですけれども、口の中の空間を少し広めにとって、きっときっと、これ全然違いますよね。これね、私わざとやってるんじゃないって思われるかもしれませんが、全然同じ感じで、ここまでは同じ感じですここまでは同じだけど、ここが違うだけ、それくらい違いますので、本当に試しにやってみるといいかなというふうに思うんですね。まあ、フォームでとにかくこれだけ変わるということですね。これがその時だけではなく、ちゃんと定着してくると OK なんですが、そこがなかなか難しい。癖ってまあ、ただでさえなかなか取れないじゃないですか。なのですぐに変えられない部分っていうのもあると思いますが、それを定着させていくための凄技を皆さんにやっていただきたいと思いますので、ぜひ一緒にやってみてください。どうやるのかというと、用意するものは指2本です。これ前にも私 YouTube で出したことがあるんですが、より分かりやすく説明していきたいと思いますので、ちょっとまずやってみてください。この口角の横にこのように指を当てていきます。こんな感じですね。あんまり近すぎてこう唇にかぶってしまうのは NG です。これは良くないですね。で、ちょっとね、離して、そういう口角からちょっと離して、この辺りに指を2本こう置きます。でね、ガッと置いてしまって、ここから動けなくなってしまいますので、軽く止めるくらいで OK です。止めるくらいで OK なんだけれども、あんまりこういうふうに行かないように、ちょっとここでね、支えてみてください。で、私の YouTube 動画ではもうこんなことでって思うような、もう簡単なことを紹介しているんですが、まあ、こうして指をね、こうやってここに置いて支えるだけで、こうやってみると実際の違いを感じることができると思うんですね。これは私が以前アメリカでボイトレ留学している時にね、ボーカルコーチからもうよく言われていた裏技です。なぜ言われていたかというと、やっぱりその時って横にこう動かしながら歌っていたと思います。きっと何年経ってもみたいな感じで歌っていたのかなと思うんですけれども、もう高音で顎も上がっていたかもしれないし、結構力が入ってグッてなっていたと思うんですが、それで英語だったっていうのもあるんですけれども、ここ、とにかくここを押さえてこっちに行かないようにって言われました。で、見てごらんって、プロのね、上手い人のボーカリスト、ここの位置が変わらないよって、あんまりこう、ういーういーってならないっていうことですね。ほとんどここの位置が変わらずに、こういうふうに動いていきます。それで私もね、歌ってる時のいろんな人の見てみたりしたんですけれども、やっぱりそんなにこう、ここ横動かないんですよね。だけどレッスンをしていると、結構皆さんね、口をはっきり開けようっていう意識もあるのかもしれないんだけど、きっと何年経ってもみたいな、横にこうね動かしてしまう方がすごい多いなというふうに感じたわけです。もちろんそうじゃない方は OK なんですが、これってでもすでにね、ちょっと力入ってますよね。で、前回私が出した動画、口角を上げて、上顎を上げて、そして口の中のスペースを取るというお話をしたんですが、こちらですね。これでもまあ言っていますけれども、横に引くわけではないんです。口角を上げて上に上げる。あー、きっと何年経っても、ちょっとこういう風にね、上げて縦に上げるっていうようなイメージがすごい大事になってくるんですね。で、当時私が指摘されていたように、本当にここをこういう風に押さえながら歌ってみるだけで、この顔のフォームが変わりますよね。口の動かし方がこういう感じから、こういう響きに、立体的な響きになってくるわけですよ。で、口の中で発音するのではなく、口の外に言葉が、
声がちゃんと持ってこれるような、もちろん口の中も共鳴しているのでね、空間っていうのは広くとっていたりするんですが、そういうふうに歌うことによってボーカルが前に出てくる感じになるわけです。口の中にあるときっと何年経ってもこうして、これは今口の中に鳴らしている状態で、言葉がなんかボーカルが前に出てきてないっていう感じじゃないですか。それがまずそのこういうふうにやって、唇をあまりこう横後ろに引かない前にやることで、きっと何年経ってもこうして、ここにちゃんと言葉が来るみたいな感じになるんですね。これだけで本当に声質改善になるので侮れないんですよ。でも勘のいい方はお分かりだと思いますが、リップロールも指で支えるとやりやすいですよね。これなんでかというと、できていない方はここのフォームがうまく作れていないからなんです。まあ、つまりリップロールはもちろん歌っていく上でここのフォームは超重要ということです。前に来てる方がやっぱりいいんですね。中は楽に力が入ってない。そして前回の口角を上げて口の中を開くっていうのも、つまりは縦のフォームですよね。その時の動画では10歳若返るということで、そこをテーマにやっていったので、結構口角をグッと上げる感じでね歌ってみましたが、それプラスここに指を置きながら歌うことでボーカルがグッと前に出てきます。今回は太くてパワフルな声ということですので、まずはそのフォームを定着させるためにこう指を置いて歌ってみるといいですね。なるべく横に引かないように、そして口の中はちょっと広めにとって喉をちょっと開けるようなイメージで、ここを押さえることによってね、グッとボーカルが前に出てきますし、太くてしっかりとした歌声になるんじゃないかなと思います。きっと何年経ってもこうして変わらぬ気持ちでみたいに歌ってみるといいかなと思います。これさっきのきっと何年とは違いますよね、全然。でどうしてもこういうフォームで歌ってるうちは太い声で歌いたいと思ってもなかなかいきません。きっとって力が入っちゃう感じになるのでね、まずここに指を置いて練習してみる。そして指がなくてもそのフォームが定着してくると、あなたの声は以前と違う響きになっていると思います。でこんな風にちょっと太めなね、どっしりした感じになると思うんですが、どのパートもこれでというわけではありません。いつも言ってるようにいろんな声を使って歌っていく方が歌の表現力豊かになってきますよね。なので太い声で歌った方がかっこいい曲とか、あとはまあちょっとここはねパワフルに表現したいなという時は使ってみるといいかなと思います。そうすることでメリハリにもなってきますし、歌に抑揚もついてくるんですね。で横に弾いている声がダメということではなく、これはこれでね、こんな風に歌うということもあると思いますが、全部これでやってしまってちょっとこう薄い子供っぽい感じの歌になってしまいます。なのでここはちょっと可愛らしい感じで歌いたいな、ここはちょっと太く歌いたいなみたいな、そんなあなたなりのイメージでぜひ歌ってみると素敵になるんじゃないかなと思います。まあ、とにかく鏡を見て一回やってみるっていうことが何よりも大事。なぜならやっぱり最初にも言いましたが、自分が歌ってる時にどうなっているのかっていうことを多くの人は把握できていません。なのでまずは、まあそうですね、鏡見るときってでもなんかちょっとカッコつけてしまいますので、何気に歌っているところをちゃんと動画で撮っておくとか、まあそんな感じでチェックをしてみると本当は一番いいかなというふうに思うんですね。でよーく見てみて、ほんでああなるほど、ここがこういうふうになってるかっていうのを分析してみてください。で分析した上でどこを改善していくか、あここのきっととがこういうふうになってるなって思ったら、きっとちょっと縦にしてみるとか、まあ本当にこれだけで変わってきますので、すぐそれができる方はねその変化に驚くと思います。ぜひやってみてほしいんですね。じゃあここはこうしようみたいな感じでイメージを作って自分なりの響きをね作っていかれるといいんじゃないかなというふうに思います。自分がどうなっているのか、そこからスタートということですね。はい、今日は声質改善、細い声を太くて安定したパワフルボイスに一瞬で変える凄技テクニックということで、ここを押さえて歌うということを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。ちょっとやってみてね、感想ぜひ聞かせてください。こんな風に変わったとかね、あとは自分の歌ってる時の顔を初めて見ましたとかね、こんな風に全然口が開いていなかったとか、そういう人もいると思いますし、あと高音でねきっと
って上がっていく人もいるかもしれません。まあ、いずれにしてもどんな感じで歌っているのか、そして自分の声がいつも使っている声質のパターンがどんな感じなのかというところを分析してみることがすごい大事かなというふうに思います。もし今日の動画でね、あ、ここが参考になったとか気づいた点とか発見したことがあったら、ぜひコメント欄に記入していただけると嬉しいなと思います。結構やっぱりね、たくさん動画を見たりとかして、ああ見て、あ、なるほどなるほどなるほどってこうインプットしてる方は多いと思うんですが、インプットしててもね、全然定着しないんです。アウトプットしていかないと。なのでぜひこの動画を見た後に次の動画を見るんじゃなくて、まず自分がどうなってるのか実際にアウトプットしてみてください。そしてそのアウトプットコメントにちゃんと書いていただけると嬉しいです。そして LINE では無料のステップ動画をプレゼントさせていただいております。あと自分がどんなボーカルタイプなのかということも分かるようなこうチェック、リストみたいなのもありますので、ぜひそちらの方も楽しみながら参加していただけると嬉しいです。概要欄の方にお友達追加できるところがありますのでね、そちらの方からぜひお友達になってください。私の個別レッスンについてもそこでご案内させていただいておりますので、興味のある方はぜひ一緒にやっていきましょう。あなたの歌はまだまだ可能性を秘めています。もっともっと良くなると思いますので、ぜひ一緒にレッスンしていけたら嬉しいです。はい、ということで今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。 See you!